こんばんは皆様。なんか前髪が変。前髪が変。19時40分、すごい微妙な時間から始めましたが、こんばんはです。火曜日か。そう、今日はパーカー。よいしょ。でも微妙に白飛びしてるかなって思ったんですけど、微妙にしてるよね。微妙にしているので、毛布にくるまりつつ、そう MV 撮影でしたね、昨日今日と。MV 撮影終わりました。わー、今日寒かった。寒くてもう昨日も寒くて。あ、でもね、なんか用意、なんだろう、スープとか温かいドリンクとか用意してくださってて、なので私はね、昨日はほうれん草のポタージュで温まって、今日は何スープを飲んだと思いますか。私今日もそう、スープ飲んでね、温まりました。いや、温かいものを飲むってすごいいいなって、温まるんだなって思ったでも今日もね、寒くてね、もう足の指の感覚がだんだんなくなってきて、指が取れたって吉田さんと話してたあ、コンソメスープ、クラムチャウダー。あ、ちょっと正解がないですね。コーンスープも違いますちょっと当たらないかもしれないなんかさ、こうやってしてたら何って感じじゃない。あ、正解、トマトスープです。トマトスープを飲みました。美味しかった、トマトスープでした。よいしょ。100ポイント、さやかりんポイント100ポイント差し上げます。これか、こっちが正解だね。あ、STU チャンネルは皆様、見てくださってました?なんかさ、すごい不思議な感じだったよね。楽屋、MV 撮影の楽屋から生配信っていうこと、そんなないよね。そう、まさかの楽屋から。なんかさ、 MV 撮影の様子とかチラッと映ったりとかはしてないのかな。ずっと楽屋。お、ちょっとだけ見てた。でもね、なかなかに難しい時間ですよね、平日のお昼頃って。そうずっと楽屋か。そう、映ってない時間はね、ちょうどみんなで撮影してました。ちょっと私もだし、早く皆さんと一緒に見て、いろいろ感想とかを言い合いたいですね。なんかすごい、きっとすごいエモエモな感じになってると思います。え、どうなんだろうね、いつぐらいに見れるのかな。ちょっと楽しみにしておきましょう。楽しみだ。
そう、さこちゃんのさ、さこちゃんが動画作ってくれてるんですよ。ぜひ皆さん見ていただきたいです。すごいよね、すごいよね。多分全部自分で作って編集とかして、すごいって思った。 YouTube で特別公開されてるので、ぜひぜひ。なんかさやかりーんって言われて、動画撮りたい、撮らせてください、撮りたいって言われて、何の動画って言って、まさかあんなすごいものを作っていたなんて、さこ先生ですよ本当に。すごいでしょって、さこちゃん文字で書いてる。すごい。しかもすごい、すぐ出来上がってたよね。もうね、もう撮影が終わって帰りの移動のバスの中ですぐ動画作ったって来てたから、すごいプロですね。すごいですね、なるほどって。あ、ちょっとさこちゃん文字の方が結構いらっしゃいますね。さあ、あとね、今日はパシェの誕生日だったね。パシェ、なんかもうみんなでお祝いできて嬉しかった。最後はね、みんなでお祝いしましたよね。ケーキが登場して、そう、サプライズでしたね。そう、明日は生誕祭がありますので、僕の太陽公園ありますので、ぜひぜひ一緒に楽しみましょう。楽しみ、生誕祭。誕生日ケーキにもさ、パシェって書いてるのが面白かった。もうパシェ呼びがだいぶ定着してますよね。生誕祭多いよね。12月の全部生誕祭かな、なんか出てたよね。そっか、全部か。ああ、そうだよね。11月30とかがリッセンちゃんか。おーほーほー、生誕祭はすごい愛を感じるので、素敵だなと思うので、楽しみです。お祝いしたいです。そうかそうか、手紙か。でもすごいあれだよね、なんかなんて言うんだろう、すごい緊張しそう。手紙書くとかになったらもう多分考えすぎて分かんないことになっちゃいそう。あ、そう、今日ツイートしました。さっきもツイートしましたので、ぜひ見てみてください。そう、リコチっていうので思い出した。そう、リコちゃん。誰か
どうにかしてくださいという どうにかしてください誰かすごい工藤さんのね絡みがだいぶ多い2日間でしたねあでもね私最近すごい言われるのが多分私末端冷え性言い方合ってる手先とか足とかがすごい多分もう本当に冷える人で工藤さんがねいっぱい温めてくれました手をありがとうありがとうありがとう工藤さんの手すごい温かいんですよもう工藤さん曰く自家発電してるらしいのですごいね温めてくれたのそうカイロねもう今日2個持ちしてましたなんか皆さん春カイロ好きですか私春カイロちょっと苦手であそう上履きそうだね STU チャンネルでちょうど配信の前カメラの前にヒーターがあってヒーターストーブがあってそこで上履きをね履き替える前に温めてましたいやあれはね吉田さんがなんか私さっきから工藤さんとか吉田さんとかすごい3読みで呼んでる吉田さんが温めててちょっと真似したのそうサラピの真似でもよかったあったか温めても冷たかったから多分温めてなかったら足がね大変なことになってたのであ春カイロ苦手な方多いあだよねなんかさ暑くなりすぎてさなんかだんだんなんか痛いみたいな暑くなりすぎない春カイロって暑くだからねそんな好きじゃなくて春カイロはね貼ってなくて今日結構みんな貼ってたけどだからあんなに寒かったのかもしれない熱々になるよねそうたまにやけどするくらい発熱してでもなんか一回貼ったらさあんま動かせないからそうなので私は持つカイロ派です靴用のカイロもなんかねなんか小学校とかの時使ってたかもなんか実家にありました確か低温やけどしたりするのあれが好きなんか持つカイロをポケットとかに入れててしばらくして出したらすごい熱々になってるその瞬間が私好きですいやMV 撮影終わりましたねさやかりんは規則正しい生活を手に入れたそう最近そうだよね今日もね今日は6時何時に起きたっけ今日私何時に起きましたか知らんがな6時5時いや6時6時に目覚ましでしたそう知らんがなだ6時に目覚ましでしたよ今日はそうだからなんかもう規則正しいんです寝るのもね昨日は12時とかに寝ていやもう12時に寝て6時に12時半ぐらいかな寝て6時に起きるってすごくない？もう
なんか普通の人みたいだ普通の人みたいだ。そうね、すごいよ。でさ、明日、あ、でもそっか、あ、じゃあ今日も早く寝ます。今日も早く寝よう。あ、15分。あ、でもちょっとね、8時間睡眠を欲する私にとってはちょっと睡眠時間が足りなかったですね。なんか、ロールキャベツさん、かわいいギフト10個ありがとうございます。ちょっと続けていこうと思います。規則正しい生活を、夜に寝て朝起きるというそれは普通か。今日うとうとはしてない。あ、でも途中ちょっと合間の時間、自分の番が回ってくるまでとかの時間、ちょっとあくびが止まらなかった時があった。やっぱり8時間寝なきゃ。あ、オンラインサイン会もありがとうございました。いつだっけ、サイン会がいつだっけ、昨日、あ、違うか、昨日の昨日、おとつい、あれ、あ、そう、今日のね、撮影場所は結構自然が豊かなところで、森とかが多くて癒された、癒されました。もうここに住みたいって私言ってた。あ、待って待って、え、3日前なの、え、あ、でもそっか、おとついのなんていうの、おととつい おとついだったんですね。そっか、なんかもう2日前な気がしてた。おっと、とっとってって撮ったのに、何で撮ってくれんかった、撮ってとと早口言葉です。そう、ちょっとね、プチ森に帰れた。森には行けてないけどね、なんか移動中とか結構森を堪能できて、サインありがとう、こちらこそありがとうございました。サイン会のさ、あのサインの一言って何を書いたらいいんだろうねと思いました。私は何をだんだんさ、あ、翔一さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ちょっと今日は下手くそ。ダサイン会はあと2日2回あるので、ぜひぜひよろしくお願いします。
ビルマさんもクマありがとうございます。クマクマ白飛びする、白飛びしてる、クマありがとうございます。そう、ちょっといいですか、私前回の配信の時に次にショールームのなんだっけ、すごいタワーみたいなののお礼をさせていただきます。あ、もしかしたら明日するかもしれませんわーって言ってたんですけど、ちょっと時間が空いてしまって申し訳なかったんですけど、そうショールームランドタワーのそうお礼を書かせていただいたので、よいしょ、はい、翔一さん、ショールームランドタワーって言い方で合ってるのかな、ありがとうございました。すごいびっくりしました、ショールームが進化してて、ありがとうございました。遊園地ショールームランド遅くなってしまって申し訳ない、ありがとう、パチ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 、ありがタワーでした。ありがとうございました、遅くなってしまって申し訳なかった。そう、カラフルというかカラフルですね。カラフル、もう一回、ありがとうです、え、そのこの絵消してほしいの、消しましょうか。消しましょうか、消すとこまでセットなの、いや、なんか消すのがもったいないって言って皆さん消してほしそうなので、じゃあ消します。消しますね、ありがとう、ありがとうでした。それではどっから消そう、じゃあお城あたりから、さよなら、閉園します、ありがとうございました。うわー、ちょっとお名前は最後まで残しとこう、へーん。ありがとうございました。じゃないよ、世の中はね移り変わっていくので。消し方洗いって違うの、なかなかね消えないの、私もう消すのないって思ったら消すの持ってた、私消すの普通にあった。いやでも本当にそう思う、だってさっきまでミュージックビデオ撮影で私は校舎にいたのに、もう今となっては全て過去になったんです、もう戻ろうと思っても戻れないんですって考えたらさ、なんか
世の中修行無常だと思いますね。全然深い話はしてない。ただ当たり前のことを当たり前のことを口に出して言っただけです。そう、もう戻れない過去だよ。もう一生二度と二度とこの先世界が何億年続いたとしてももう二度とあの瞬間は戻ってこないんです。てんてんてんって言われてるじゃん。まあでもね、でもあれですよ、ミュージックビデオになってその映像がこうして皆さんに見ていただけたら見ていただいてる瞬間はその瞬間がそこにあるじゃないですか。そうだからすごいすごいことですよね。本当に私嬉しくて、春夏秋冬の MV 撮っていただけるいただけているいただけたことが本当に嬉しくて、もうありがとうございますっていう気持ちです。感無量です。本当に感無量です。もうありがとう。さやかに何かありましたか？いや、私はこれが通常運転です。特に何もありません。そうそう、本当になんか撮ってる途中本当にってなんかもう言葉にできない気持ちになりました。あれはどういう気持ちですか？あれはどういう気持ちなんだろう。今日漢字の言葉多い。本当我思う感無量。あれがエモいって気持ちなの？そうなの？あれがエモいなの？あの気持ちがエモいなのか？あ、そういうこと？あれがエモエモのエモということだったの？そうですね。じゃあ原田はエモいを覚えた。エモカリンって何？エモカリンとは？前髪がちょっと崩れかけていますが、気にしないでください。ロールキャベツさん、かわいいギフト10個ありがとうございます。クマもありがとう。クマありがとう。
制服に合ってたってありがとうございます。そう、水色セーラーで撮りました。いやでもね、なんだろう、よく考えたらさ、もう20歳になってセーラー服を着ることってなくない？って思った。アサアサさん、タコ10個、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤンカーさんもありがとう。いやなんかね、本当にね、学校みたいな気分になった。みんなでセーラー服着てなんか移動しますって言って移動してる時とか、なんかもうあれじゃん、朝礼に向かってるみたいじゃんって思った。全員集まる、なんだっけあの朝礼の名前、なんとか集会みたいな、それに行ってるみたいって、なんか学生の気分でしたね。それもまたエモかったですね。エモいの使い方合ってるこれ。あ、全校集会かな。そう、全校集会だ。そうだ、それ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 です。それみたいじゃん。終盤とかあったね。終盤、日直と終盤、あれ、日直と終盤って何、日直終盤、終盤って何ですか。あれ、日直どっちだ。あ、じゃあ日直か、日直か、日直ですね。遅刻の常習犯って、そんな、まさか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 、そんな遅刻はね、遅刻はダメです。サボリーの常習犯でもありませんよ。まさかまさか。そうそうそう、規則正しいからね。もう私は朝方人間なので、もう6時起きの人間なのでね。朝礼で倒れることはないよ。でも朝礼、朝の朝礼とかも本当に寝てました。なんかもうククってなって、あみたいななってた。懐かしいね。えって言われてる。いや今日は本当に6時起きです。今日は本当、明日は何時に起きようかしら。僕対何の髪型しよっかな。あ、でもなんか今日と昨日はストレートおろしだったので、なんかそうだよね、ストレートおろしはあれかも、ヘアアレンジ昇格してからできるようになったから、そう考えたらちょっと久しぶり
だったのかな、だったのかなって思ったけど、あれだよね、普通にオンラインサイン会とかは自分でするときはだいたいストレートおろしだから、そんな新鮮感もないか。そう、千穂さんにヘアアレンジ褒められてたねって、なんで知ってるの。え、なんで知ってるの、なんで知ってるの、あれなんで知ってるの。あれ、その会話はもっと STU でした会話だっけ。あ、そっかそっか、ごめんね。せいのさん、クマありがとう、クマありがとう。あ、そっか、もっと STU でした会話だったのか。なんかさ、それが抜けてて、普通にその配信とかじゃなくて普通に話したっていうなんか記憶に改ざんされてたから。あれあれ、なんか事務所で話しちょっと、もうなんで知ってるのって思った。なるほどね。そう、もう記憶が改ざんされてた。最近もう何がどこだったのかが。あ、そうなんですよ、ヘアアレンジ褒めていただいて、三つ編みカチューシャしてた時、三つ編みカチューシャしてちょっと巻いてたやつを褒めていただいたので、ちょっとまたあれします。すごい単純、私単純な人間なので、うん、またあれをしていこうと思います、定期的に。そう、私あのカールアイロン、カールアイロンって言い方合ってる？ヘアアイロンのカールアイロン買ったんですよ。実はもう買ってあって、結構前に。それでよし、私あの自分でまだ負けないから巻く練習しようって思ってたんですけど、まだ開けてもない。まだ開けてもないの。いつの間にって、いつだっけ、1週間前ぐらいかな。そう、まだ箱から開けてもなくて。そうなんですね。だからね、あの自分で髪をしてセットしてのお仕事とかの時、私はずっとまだ永遠にストレートなんです。だからちょっと自分で巻く練習をしてね、巻いたり、お話し会とかでもね、巻けたらいいよねって思いますので、そう、まずはね、開けるところから頑張ろうと思います。来年まで未開封、そんなじゃあもう開ける日を決めよう。ちょっと開ける日を決めなきゃ、開けないかもしれないから、私来年まで19日かな、じゃあ金曜日に開けようと。よし。ね、ちょっと僕隊でね、髪をしていただけるので、メイクさん、ヘアメイクさんにしていただけるので、舌は開けない。え、じゃあ明後日はでもちょっとバタバタしてるので、ちょっと多分開けないということで、しさって言い方合ってる、ししさってですね。とか言ってるからあれなんだよね、気づいたら忘れてるんだよね。しあさって。あ、しあさってか、そっかそっか、あれ、あさって、しあさって、しあさっての次がししさって、あ、そっかそっか、でしあさってですね。なんか日本語って難しいよねって今思った。
本語って多分難しい。まあ国語はそう語ですけどね。確かに英語で明後日はなんて言うんだろうね。トゥモローかな。スーパートゥモロー、 The day after tomorrow、 The day after tomorrow っていうの長いね。そっか、 The day after tomorrow、 tomorrow の後。ほう、あーでもなんかこっちの方が分かりやすくない？分かりやすくない？普通に明日の次の日だから。日本語もね、あさって明日の次でいいじゃんね。明日の次の日、明日の明日が分かりやすい。最近は寒くなりましたな。最近私の携帯が壊れ気味で、カメラの調子が悪くて悲しいんです。もう治らないのかなって感じ。だからいっそ iPhone13 変えたいという思いもちらっとあるんですけど、でもなって感じだよね。翔一さん、タコありがとうございます。そちらとちょっと思ってる。本当にね、もう私の外カメラでなんか撮ったら変なことになっちゃうんです。本当に変なことになるんです。アプリのねカメラで、外カメラで撮ったら撮れなくなっちゃって、ちょっと見ますか？これね、何もね加工とかつけて、そんな変な加工とかつけてるやつじゃないんですけど、なんか見て、ちょっと映る？わかる？なんか全然見えないね。ほら、なんかもう見える？見えるこれ。
かもう本当になんか変なことになるの本当に。もうこれ加工とかじゃなくて普通に撮ってこれなんです。だからもうびっくりしちゃって、今日とかだから結構マネージャーさんに撮ってもらったりして、それを送ってもらったりしたんです。カメラ撮れないからじゃあ心霊加工とかしてないんですよ。そうなの。でも自撮りはまだできる、まだできます。でも数枚に1枚、5枚に1枚ぐらい変になります。静かな電波のたけさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。なんかウィンクがちょっと下手くそですけどありがとうございます。だからなんだろう、ちょうどさ、もう2年以上何年3年2年2年3年とか使ってるから替え時なんですかねと思いましたけど、わからない、ちょっといろいろ調べてみます。2年が替え時、そうサーヤン、もうサーヤン変えてましたね。めっちゃカメラがすごくて、 iPhone13、 昨日私がツイッターに上げた写真とかサーヤンに撮ってもらったの、なんかちょっとエモい感じのフィルターかかってる、フィルター上が黒くなってる。あれは撮影者はヤンさんです。ヤンさん、そう、なんかちょっと映画みたいなさ加工になってて、そう2人でね、すごい映画みたいわーって言って取り合いっこしてました。ちょっと検討します。ちょっとね、非常に困りました。なんかさ、いっぱい写真とか撮りたいじゃないですか、今日とか MV 撮影、校舎とかもすごいいい感じで、でもなんか私のカメラでも撮れなくて、もう悲しいって感じだった。そうだからちょっともう今後私のいろいろ載せる写真が自撮り多めになったらちょっと察してください。あ、たどりはね、外カメラが撮れないんだなって。そう困るな。なんかね、あれはさっき見せたのは一番なんかよくわかんない壊れ方だったんですけど、なんかでもなんかもうぼやぼやみたいな、変なことになるの。iPhone 再起動して直る場合もある。ちょっとじゃあ やります やってみます。ちょっと長時間電源落としとこう。今日もね、なんか一回落としてみたんですけど、一瞬しか落としてないから、ちょっとじゃあお風呂に入ってる間は私のスマホの電源は落としときます。
な思い出は送らないかな。え、何これ、どれ誰って何ってなる。今日は何時に寝よっかな。なんかでもね、最近本当に早めに寝てるから普通にもう12時とかに寝るかもしれない。私すごくないですか、私が12時に寝るってびっくり。最近怖い夢も見てない気がする、見てない気がする。なんか生活リズム整ってから見てない気がする。関係あるのかな、普通に早めに寝たら。見てない気がする。本物のさやかりんた、じゃあまた私あれかも、人格さやかりんが4人目とかになったかもしれない。新たな人になったのかもしれません。フィルマさんもクマありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。コンタや森の中あ、でもなんかね、最近それが私できるようになったんです。なんか普通にここにここにいて、体はちゃんと動かして普通に話してなんだろう動いてるけど、本体だけを森に飛ばせるようになった。森に飛ばせるようになりかけてます。最近ちょっとちょっと新たな技をね習得しつつあるの。待って、足がしびれた、足がしびれてる。私はてるのか分かりませんって、いやこれはね、あ、頭で理解しようとしないでください、感じてください。違う中二病じゃないです、ちょっともう大人ですよ。ちょっと足がしびれてどうしよう、足がしびれた。松さんもタコをありがとうございます、そう最近ブラックコーヒーめっちゃ飲む、めっちゃでもないかも朝絶対飲む。最近は朝は白湯にレモンを入れて飲みます。朝一番に飲みます。ばあちゃん家からレモンを送ってもらったので、そのレモンを入れて飲みます。冬毎年してる気がする。多分去年の冬とかも言ってたと思う、言ってたよね多分、去年毎年してる。コーヒー言うたやん、それは自分でも思った。コーヒー毎朝飲みますって言った後にさ、急に私は左右にレモンを入れて飲みますってあれコーヒーはってなるよねでもコーヒーも飲むんです朝
飲むじゃないですか、レモン、サユとレモンを飲んでふうってして、そっから朝ごはんでヨーグルトとか何かしら食べて、最後コーヒーで締めるんです。そう、どっちも飲むんです。でもコーヒーはそうですね、どっちも飲みますね。紅茶もね、紅茶好きで結構飲んでたんですけど、最近飲んでなかったんですけど、また最近飲むようになったんですなので最近はまた紅茶飲んでます。結構カフェインの取りすぎかな。あ、通常ね、リンゴは普通にあのレモンと白湯を飲んだ後に朝ごはんの一環としてリンゴ食べるんですけど、最近はリンゴ節約、リンゴ立ちしてるので食べてない。あのいいリンゴの日から食べてない。いつですか、いいリンゴの日っていつだっけ。11月5日かな、から私食べてない。あら、あらあらあら。あらあら。明日公園だからリンゴ食べないと。買ってきてない、お家にないです。そうだよね、今いろんなリンゴ出始めてるよね。秋リンゴ季節だから。すごい、ペンライトありがとう。今日のせやかりん大丈夫か、大丈夫じゃないですか今日の私は大丈夫じゃないですか、変ですか、私って誰ですか。そう、リンゴシーズン、リンゴ食べないから私の携帯の調子も悪くなったのかな、そういうこと。ちょっと待って、いつも通りいつも変とはどういうことだろうか。私って誰なんだろうね。あ、足がしびれてるんです、さっきから。ちょっと足のしびれが取れるのを待ちます。私って誰なんだろうね、本当に不思議。そろそろ1時間経ちそう、本当だ。なんかさ、もうあれだよね、1時間がルーティーンになってるよね最近。ショールーム、皆さんちょっと助けて、足のしびれの取り方を求む。1時間あっという間、何の話してたっけ、何の話した、あ、そう、今日はね MV 撮影だったんですけど、もう終わって過去になってしまいましたか。ミュージックビデオを皆さんが見てくださると、それはその時が巻き戻るので、ぜひ楽しみに待っていてください。楽しみに待っていましょう、という話でした。あとパシおめでとう、明日の生誕楽しみ、という話でした。
近パシェがねいっぱいこう来てくれてね嬉しいです嬉しいです私。ケロップ書かなきゃ。何にしようかな。そう、パシさん LINE でリコちなみに行くから構ってねって来たので構うって返しました。私はいつでも構うので構うのでって言い方おかしい。待ってます。テロップどうしよう。テロップちょっとどうしよう。今書こうとしたら私は誰とかになっちゃいそう。テロップ、あ、普通に僕らの春夏秋冬何にしようかな。何にしようかな。あ、決めました。皆さんもちょっと予想しつつ待っててください。ね、じゃあエモカリン、エモさという感情を覚えた原田でした今日はということで、じゃあこのエモカリンとさせていただきますそう、ということで、じゃあそんなこんなわけでそろそろ誕生を読ませていただきます。ダダダン使いたいだけってそれもあります13位、タンタンタヌキさんありがとうございます。12位、イッコーさんありがとうございます。11位、 F 渋谷さんありがとうございます。10位、ジップさんありがとうございます。9位、TM マンさんありがとうございます。8位、アサーサさんありがとうございます。7位、マツさんありがとうございます。6位、ショウイチさんありがとうございます。ありがとうございます。5位、ロールキャベツさんありがとうございます。ありがとう。4位、静岡の天パの竹さんありがとうございます。3位、清野さんありがとうございます。2位、ビルマさんありがとうございます。そして1位、ハーツさん23日待ってます、ありがとうございます。パチ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 。そして本日のラッキーフォーティーの方はだんだんけんちゃんさん、けんちゃんです、ありがとうございます。ありがとう。ということで、じゃあ早いね。なんかさ、私結構なんか10時からとか23時とか配信してるのが多め時も多かったので、今ちょっとまだ8時台っていうことに今ちょっとびっくりした。じゃあもう今日はもうあれですね、このあとお風呂に入って9時で10時に10時過ぎに上がってもう12時前に寝れるよ。12時頃私寝てるかもしれない。あ、すごい皆さんもじゃあちょっと一緒に朝活早寝早起き頑張りましょうということで、じゃあ
皆さんもゆっくり休んで明日も一緒に頑張っていきましょう。ということでバイバイ、おやすみなさい。ちょっとお休みにはまだ早いかも。バイバイ、ありがとうございました。明日の僕隊もよろしくお願いします。ありがとう。バイバーイ。